ラボーと黒柳さんの会話がやばかった。どうもサザンキングダムのサザキンです。こんにちは、ミカエルです。はい、ということで、今日はですね、徹子の部屋で、はい、原優子さんがゲストにね、はい、まあ初ゲストらしいですよね、徹子の部屋ね。で、まあこういろいろ聞いたことのないね、はい、取っ手出しのお話であったりとか、はい、また黒柳さんからの、ぶち込んでくるようなね、お話とか、まあさまざまなお話が出てきたので、まあそれはね、緊急に、動画撮らせていただいて解説していこうと思います。私たちサザンキングダムは、1978年デビューのサザン桑田佳祐さんを中心に、昭和の懐かしいテーマから最新情報までお送りしておりますので、ぜひいいね、チャンネル登録、ベルマークの方もよろしくお願いいたします。ということで早速始めていきます。チャンネル登録よろしくお願いします。はい、今日ね、黒柳さんの、ね、黒柳徹子さんの長くやってらっしゃる長寿番組ですよ ね、そうですよね。黒柳徹子の徹子の部屋になんと我らがサザンオールスターズの桑田佳祐さんの奥様でもありますね、サザンのキーボーダーでもある原優子さんが、ね、出演されたということで、僕たちも本当にね、固唾を飲んで見ていたんですけれども、はい、初出演ということなんですけども ね、本当にびっくりですけどね、1回ぐらい出てるのかなと思いましたけどね。いいともとかはね、そうそう、出てあのテレフォンショッキングとか出てはりましたけど、そうそう、はい、まあ初めてに出てらっしゃったということなんですけど、まあでも初めてだからこそ、うん、あの貴重なお話はね、聞いたんじゃないのかなと思います。ね、なんせ、黒柳さんといえば、ザ・ベストテのね、そうですね、MC をされていた、うん、方ですから、はい、やっぱりこう、桑田さん、サザンオールスターズ、原優子さん、デビューの時からよく知ってらっしゃるっていう方、ね、知ってますもんね。裏話とか、まあ、はい、黒柳徹子さんから見たサザンオールスターズだったり、桑田佳祐さんだったり、うん、まあ、ゲストの原優子さんだったりとか、まあ、そういうね、お話もされてたんで、早速ねお話していこうと思うんですけれども、はい、まず冒頭でね、はい、あの黒柳さん、原さんのことを、ね、嫁と呼んでると。だってね、それはそうですよね、あ、まあ、桑田さんね、桑田さんのね、はい、あのことを、はい、息子だと言ってるので、はい、まあ、そのね息子というね、うん、フレーズの解説もね、あの後でまた出てきますので、ね、そちらの方で詳しくしようと思うんですけど、まあ息子と呼んでるから息子の嫁なので嫁と呼んでると、そうですよね、いうことなんですよね。まあ原さんの方はね、まあ上がり症なんで、そうですよね、なんかガチガチやって言ってましたもんね、上がってね、うん、まあ、ザ・ベスト10とかでももうみんな割とね、他のメンバーはそうでもなかったんだけど、うん、私はねもう本当にガチガチで、はい、もう上がり症なんですと、はい、マイク渡されたら手が震えてるとか言ってね、もう手が震えてたっていうねザ・ベスト10でもそんな感じでしたよみたいなお話をしながら、ね、まあそれでも、うん、まあ、人生のね大切な、うん、節目節目場面場面で黒柳さんには、はい、まあ、助けてもらっているので、ね、まあ、それをね、はい、押してでもお礼を申し上げたかったっていうことで、やってきましたってね、はい、原さんが、原坊が言ってらっしゃいましたね。そうですよね、はい、まあまあ、やはりやっぱりこう強い深い絆がやっぱりあったりとかするんだろうなと思いながら話を、はい、この後ね聞いていったんですけども、うん、まさにそういう、証言が黒柳さんから出てましたね、はい、まあ黒柳さんが徹子さんがまあ、ベスト10でこう見てた感じなんでしょうけども、はい、うん、最初桑田さんがね、こうメロディーをこう口ずさむらしいんですよ、うんうん、そうですよね、はい、メロディーをこう口ずさむと、うん、横でねその、はい、その口ずさむ姿を黒柳さんがこう見ていてね、横で原坊がこう譜面をこう起こしてるということをね、うん、言ってましたね、見てらっしゃって、はい、あ、そういうふうにちゃんと残すんだなということをこう感じて見てらっしゃったんですけどね、はい、で、まあ、原坊曰く、まあ、譜面をね書くのがまあちょっと苦手な桑田さんがだったので、はい、まあ、原坊がね、はい、まあ、ちょっとこうその辺譜面とかねそういうのが書けるので、まあ、原坊が横でそのメロディーを書いて、はいはい、
不明に起こしてたっていう話をね、小説に上げてたんですよね。そうですよね。だから桑田さんがね、なんかメロディーとかあの、うーんとかってなんか、あの黒柳さん曰く、まあ、鼻歌のように、そう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 、はい、鼻歌のように、ねね、こう口ずさんでいるのを、うーんとかって言いながら口ずさんでるのを横で、腹棒がね、あなたがねって、腹棒がね、うん、あの書いてたよねみたいな話をね、そうですね、そうやって不明にね、さしてたんですけど、ね、はい、まあ原さん曰くその当時やっぱりこう、なんですかね、そのボイスレコーダーとか、うんうん、まあ、もちろん今でね、スマホとかもないので、うんうん、やっぱりその場で、はい、思いつくのがいつかは分からないじゃないですか、はいはいはい、やっぱり多分そういうことだと思うんですよね。そうですよね。あのカセットデッキとかいうのはあったから、うん、それがある場所でだったらそこにこう録音したりするかも分からないですよね、うん、鼻歌もね、うんうん、でもまあ、 あの収録中の片隅でとかなってくると、はい、ザービションとかね、はい、そんなね、こう小型なものじゃないから、うん、持ち合わせてないから、あのうんっていうのをこう譜面でちゃんと起こしてくれてたっていう、はい、すごいペアですよね。まあまあね、まあ、それがやっぱりなければ、ね、すごいですよね、うん、絶対忘れてますよ ね、 ねあ思い出せねーみたいな、あん時の浮かんでたのに思い出せないみたいなね、そういうのが起こってるかもしれないですよねでその後また、うん、あの黒柳さんがね、うん、まあ、結婚するという話をね、あなた方がね結婚するっていう話を聞いて、うん、ああやっぱり桑田さんは腹棒がいないと成立しないんだなと思ったと黒柳さんはね、はい、言ってらっしゃるんですよね。はい、はい、ね、成立しない全然そう、そう成立しないって言ってましたね。それってでもあれっていうことっていうことって、どういうことですか。いやいやいや、はい、譜面に、はい、で桑田さんが苦手やから、はいはい、譜面おなんでやねん。だそれもあるかもしれへんよ。それもあるかもしれへんけど、うん、その譜面かけるから結婚したってそれはないわそりゃそうですよね。それは譜面かけるからそれはないわ。まあ、僕たちのね、うん、動画でも、うんうん、そうですね、慣れ初めの話であったりとか、うん、まあ、まあそれに関連するそのエリーの秘密とかね、うん、あのエリーは誰だ、誰のことなんだろうって、うんうん、愛しのエリーのエリーは誰のことなんだろうっていう別動画もね、がっつりそこで解説してるので、はい、まあ、慣れ初めであったりとか原さんとのね、いろんなこともちゃんと説明してるので、はい、知りたい方は詳しく知りたい方はそちらの動画をぜひチェックしてくださいね。よろしくお願いします。で、まあそんなはずはないんですよ、はい、そのね、譜面かけるから結婚したらそんなことはないですよ、はい、失礼なで、まあ桑原さんはね、まあ、まあ、黒柳さんが言うはるんです、はいはい、まあ、桑田さんはね、はい、本当に危なっかしかったと、ザ・ベストデンで見てても、ね、はいはいはい、本当にやんちゃで、はい、何をしでかすか、そう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 、ね、ちょっとヒヤヒヤしたんでしょうね、まあ、暴れん坊ぶりがね、うん、そうですよね、ヒヤヒヤしてたというふうにおっしゃってて、はいはい、まあ、これもまたね心温まるんですけども、うん、まあ、まあ息子と、ね、はい、息子と呼んだ理由がね、呼んでる理由っていうのはね、冒頭でも言いましたけども、はい、息子となぜ呼んでるかというと、やっぱりこう、まあ、もちろんね愛着があって可愛いっていうのもあったんでしょうけど、うんうん、はい、私がもうこうね、まあ、息子と呼んでいれば、はい、万が一何かあった時に、桑田さんがなんかしでかしちゃった時に、桑田さんがねしでかした時に息子が大変失礼しましたと、はい、黒柳が言えば、はいはい、まあ、まあ、なんとかなるだろうと、はい、収まるかなと、収まるかなみたいなね、そういうような思いで、はい、そういう息子と、うん、読んでいって、うん、まあでもやっぱりね愛着愛情が出てくるので、はい、やっぱりこう息子っていうイメージが、うん、どんどん強くなったっていうことなんでしょうけど、うん、なので、息子の嫁だ、あのに来た嫁だから嫁と呼んでるというね、そういうことですよね、そういうことなんです、はいはいはい、もう親心でかなり桑田さんの行動が心配だったんでしょうね。そりゃそうやね、ザ・ベストデンのね、はい、今週のスポットライトで、はい、あなたたちはアーティストになりたいんですかって言ったら、うん、いいえ僕たちは目立ちたがり屋の芸人ですって言うたやつ危ないやろ、はい、その辺からもう最初から心配したんでしょうね、そ大丈夫かなねそれは危ないな、まあ、心配になったっていうのはね、はい、まあまあその若かったですからね、うんうん、そうですよ ね、うんうん、もう元気な時ですから、うん、はい、でまあその流れからザ・ベスト10の時のちょっと話題になって、はい、まあ衣装は、はい、衣装のこと言ってましたもんね、衣装その時のね、はい、まあ、衣装は、うん、まあ原坊曰く竹下通りにね、原宿の竹下通りに、うん、まあ買いに行ったと、はい、で予算はね、はい、1人
1万円以内で、はい、それじゃ知らなかったです。1万円以内ってね、あの会社からね言われて、うん、はい、1万円以内で買えたのが、はい、あ、ね、おなじみのジョギング、はい、ウェアの上下ということなんですけど、ね、うん、まあここで訂正入れておきます、はい、少なくとも、ザ・ベースデーの今週のスポットライトは、はい、原さん、おそらく原さん以外は、はい、上半身裸だと思うんですよね。桑田さんは確実に上半身裸ですよ、はいはいはい、あのせっかく上も買ってるのに上着てないもん下のパンツだけジョギングウェアの下のパンツだけしか着てないと思ったんよね。ちゃんと上も買ったもんね。ほんまやね。まあまあね、まあまあいいんですけどね。はい、はい、まあそういうふうなところは、うん、買ったらしいですね。はい、でまあ黒柳さんに原さんが聞かれるわけですよね。うん、あなたプロの音楽家になるつもりはなかったんですよね、うん、っていうふうに聞かれて、で原さんは。もともと趣味の延長で、うんうんうん、まあピアノだったりとかギターだったりとかをやってたので、うん、あみんなにね、うん、デビューする時にみんなにこう迷惑かけるんじゃないかなという思いで、桑田さんに私抜けようかなと言ったら、うん、まあ、桑田さんが何と言ったか、ね、うん、もうテクニックなんて上を見たらキリがないんだから、うんうんうん、みんなで一緒に上手くなっていけばいいよと、うん、言ってくれたんですよね。そうですよね、そうですよね、嬉しかったでしょうね、でもね。あ、そうや、彼女やもん。その同期からも彼女だからね。はい、そうですよね。もう結婚する約束もしてたわけですね。まあ、今いろいろあるので、まあ、それも聞いてください、はい、他の別動画でがっつりやってるから聞いておいてください、はいはい、ということでね、はい、でまあ、あのデビューすることになるわけですよ、はい、でまだ黒柳さんがね、やっぱりよく見てらっしゃるなと思ったのは、はい、うんうん、はい、あのそれでまあね、プロの道に入っていくんだけど、女性でこんなに長くバンドを続けている方っていらっしゃらないんじゃないかなと思うんだけどっていうふうにおっしゃってて、すごいですよね。そうですよね、考えたら、僕ね、ちょっと考えたらね、うん、今スッと出てこないですね、うん、まあ、女性でバンドやってる方、やってた方とかやってる方とかっていうのは、あ、いらっしゃいますよ、うん、いらっしゃいますけど、44年、うん、来年で45周年になるバンドでずっと女性がやり続けている、聞いたことないよね。本当に考えたらないやんね。これ世界でもいいのかな。いや、それ分からへんけど、世界は分からへんけど、けどもなんか世界でもなかなか聞かないような気がする、うんうんうん、45年バンドで女性がやり続けてるっていう、まあ、これもやっぱりね、そのサザンオールスターズの恋一点、まあ、サザンオールスターズ恋一点がまだすごいっていう一つだったなと気づかせていただきました、うんうん、はい、でまたここからはね、うん、その学生時代の話になるんですけど、はい、中学3年生の時に、はい、もう吉田拓郎さん、うん、愛に目覚めて、うん、そう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 、吉田拓郎一筋になったらしいんですよね、はい、でこうその当時思い越して言ってらっしゃいますが、うん、もう初恋みたいな、うん、初恋かなって感じで言ってましたもんね。初恋みたいな、はい、そうですよね。拓郎の大ファンになったようで、うん、はい、これ拓郎、さんもね、ラジオで、なんかそういう俺のね、うん、ファンなんだみたいなことも言ってらっしゃったこともあるんですけど、うん、はい、あの原坊がね、はい、である日、中学3年生のある日、拓郎さんがねラジオで、俺結婚するっていうふうに言ったらしいです、はい、でそれを知った、ね、あの原さんは、はい、その日お布団をかぶって一日中泣いてたらしいんですよね。可愛らしいですね。一晩中泣き明かしていたっていう ね、まあ、これもまだね、拓郎さんが自分のラジオでね、うん、後々あの、あ、泣いてたらしいんだよね、うん、みたいなことをね、おっしゃってて、ね、まあ可愛い後輩だなと思ってらっしゃることだろうとは思うんですけど、ね、でまあ、失恋してしまったね、拓郎さんに失恋してしまったあの原由子さんはそこから、まあ、高校3年生に、まあ、エリック・クラプトンに目覚めるわけですね、はい、大好きになって、で武道館、ね、日本に来られた時に武道館で、公演をねされて、はい、ライブをされて、まあ、2日間見に行ったらしいんですけども、もうその時もう感動して、この場で、今死んでもいいと思ったぐらい感動したらしい。ですね、ね、
まあエリック・クラプトン、さっきのね、愛しのエリーのエリーはエリック・クラプトンじゃないのかっていうね、はい、桑原さんの雑な証言もあってエリック・クラプトンじゃないかということもあったんですけど、はい、まあこれはちゃいます、はい、自分で言ってるんですよ桑原さん、はい、ね、後々のインタビューで愛しのエリーはなんで誰のことなんですかって聞いた、聞かれたインタビューで聞かれたら、エリック・クラプトンって、はい、まあ、適当に言ったっていう全然違います、後にね、全然違うんです、あの時適当に言ったんですみたいなことだったらしいですけれども、はい、まあそういうね、エリック・クラプトンに、まあ、共感してたっていうことなんですよね、うん、でここがね、またすごいなと思う話が出てきましたね、はい、サザンの名前の由来っていうのがね、まあ、ここが出てきたんですけども、まあ、このサザンの名前の由来もがっつり詳しく動画の方でやってますから、そちらの方を見ていただくとよりより詳しくお話できるんですけども、まあ、徹子の部屋の方では原さんかね、まあ、桑田さんのお友達でもある宮地さんってが、まあ、急遽、はい、つけてくれたという、うん、言ってましたね、学生時代にね、はあ、でそれがサザンで、それが定着してみんなが気に入って、で今でもずっと使い続けていたんで、うん、これビッグスーでしょ、自分なんてつけたんじゃないっていうね、ねえ、そうですよね、まあ、そのいきさつも宮治さんがなぜそれを思いついたかっていういきさつも別動画でがっつり撮ってますので、そちらの方で、確認していただけるといいかなと思います。でまあここからかなり核心な話に入っていきます、うん、はい、12年前の桑田さんのね、食道がんのお話に入ったんですけれども、ね、まあ、ここでね、うん、僕も初めて知ったんですけど、はい、原さんが、原坊が、うん、黒柳さんから励ましの手紙をいただいたっていうね、うん、お話をされたので、はいはい、お母さんからですもんね、まあまあね、義理のね、義理のお母さん、いや、お嫁さんですからね、はい、で、それをいただいたっていうお話をね、そうなんやって、やっぱりそのこうね、愛情温まるお手紙を出して、まあ、心配されたんでしょうね、やっぱりね、ちょっと感動でしたね、感動しましたね、やっぱりそのそういう時にいろんな方にやっぱ助けて、もらったというね、感謝の言葉もね、はい、原さん述べてましたね、そうですね、はい、でまあその桑田さんのね、まあ、闘病の感動のストーリー、夫婦愛のストーリーも別動画で上げてますので、そちらでまた確認していただければいいかなと思います。でまあボーリングのね、話題にもなって、桑田さんがね、はい、300点を2回出してるっていうね、パーフェクトで、ね、そうですね、2回出してるとか ね、はい、まあ、そちらのも動画上げてます、別でまた確認してください。で、この原坊の朝顔の種の話も出ましたね。そうですね、出ましたね、出ましたね、もうこの朝顔の種の話も動画撮ってますから、そちらの方の確認していただけると嬉しいです。で、ここが確信、一番大事な話になりますけど、はい、31年ぶりにニューアルバム「婦人の症状」リリースも、ね、ね、うちの方にも届いております、はい、もう出ております ね、31年ぶりのニューアルバムということで、そうですね、まあ、待望のニューアルバム、まあ、本人はなんかミニアルバムでもいいんだけどとか言ってらっしゃいましたけど、まあ、桑田さんに、ね、10年前からちょっと準備しときなさいみたいなことを言われて、はいはい、お尻叩かれながら、まあね、10曲、作りましたみたいなことで、もうミニアルバムじゃなく、もうちゃんとしたオリジナルアルバム、はい、いうことで発売されておりますので、皆さんももうめちゃめちゃもう今ね、売れに売れている CD なので、皆さんも、ね、ぜひ購入していただきたいと思います。リンクの方もね、購入できるリンクの方も貼っておきますので、そちらからぜひ、購入していただければいいかなとは思います。で、来年ね、サザン45周年を迎えるね、もう本当にね、能天気なバンドがここまで来れたことに対して、まあ、黒柳さんをはじめ、うん、周りの方々に感謝しますと、原さんがね、述べていらっしゃいましたね。そうですよね。徹子の部屋をね、まあ、ご覧になって、ミカエルさんは、まあ、どういう印象でご覧になってましたかね。そうですよね、はい、なんかやっぱり全て
最初から終わりまでもうなんかハラボーのやっぱり性格の良さというか、はいはい、なんかそれがやっぱりにじみ出てたなと思って、やっぱり大好きだなと思いますね、ハラボーね。もうね、はもう終始ニコニコ、うん、そうですそうです、見習わないといけないなと思います。笑顔が絶えない、終始ニコニコ、ね、もうなんか嫌味がない、うん、やっぱり頭のいい方なんだなと思いましたね、私。いや、まあそりゃそうですよ、うん、あれだけね喋れるのはもう本当にね、やっぱこう頭の回転が早いんだな、うん、みたいな、ね、ね、はあ、ことで、ね、やっぱりその黒柳さんの、やっぱりこう人の良さ、うん、優しさっていうのも感じられたなっていう徹子の部屋の、はい、回ですね、はい、まあ徹子の部屋に出た芸人さんはかなりこうかき回されて終わるというね話も聞きますけどね、今回の原さんの回はもう本当に話が噛み合うね、お話が聞けてよかったと、非常に思っております。まあ今日はね、そういうことで緊急でね動画撮らせていただいたんですけれど、皆さんもね見られた方もいらっしゃると思いますけども、見られてないっていう方もいらっしゃると思うので、もしこの動画見てちょっと見てみたいなっていうことは方はですね、TVer でこう見れるらしいんですよね、アプリ、はい、スマホでも見れますしパソコンでも見れます、スマホだったらアプリをね入れていただければアプリで見れますし、ネットで TVer で検索していただいて パソコンとかでね、もう視聴できるので、今のうちに見逃した方は視聴していただけるといいかなと思いますので、そちらの方のリンクも貼っておきますので、ぜひそちらの方で確認していただければと思います。でこれから、桑田佳祐さんのね活動も活発になってきますので、ぜひチャンネル登録していただけると、いろんな情報またバン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 これからより出していきますので、チャンネル登録ベルマークよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。あなたの毎日の生活が楽しくなる情報バラエティ番組サザンキングダム放送局、チャンネル登録よろしくお願いします。